チャイナって言ったら焼き物を指すんですよ。ジャパンって言ったら何を指すかしと。うん、塗り物、漆器です。蒔絵とか。なんですよ。なんて書いてある？ポンチャイナって。磁器の種類の一つ。うん、そう。で？オムライス世代30年から40年代に子供時代を過ごした人たちは大人になってもきっとオムライスを愛していることと思う。私もその世代の一人である。今日のお昼をオムライスだよと母が言うとやったと小躍りしたものだ。オムライスはご飯の王様だった。ビフテキやすき焼きは特別な日にしか出ない偉い王様、オムライスは普段の王様。私はこの普段の王様が大好きだった。具は玉ねぎと人参のみじん切り、それを、ハムか、かしわのお肉、あるいはソーセージかを細かく切ったものが入っていた。母はそれらを、フライパンでジャーッと炒め、その中に、四角いご飯の塊をゴトンと放り込んだ。ご飯はお弁当箱やタッパーウェアに詰められたまま、冷蔵庫の中で冷え固まったもので、前の晩 のも3日前のも一食たに入れた。電子レンジがなかったのだ。あの頃は日本全国どこの家庭でも冷やご飯は蒸し器で温め直すか、炒めご飯にするしかなかった。そう、あの電子レンジがなかったんでしょ、私たちもちっちゃい頃って何当たり前のようにで、オムライスは、冷やご飯の再利用法、最適な再利用法だったのである。母は、四角い冷やご飯の塊を、木のしゃもじでガツンガツンと突き崩した。これに結構手間がかかる。塊が少しずつほぐれ、ご飯粒がパラパラとして全体に炒まったら塩コショウで味付けし、かごめのトマトケチャップを入れる。ケチャップの容器も、最初はガラス瓶で、そこに残ったケチャップがきれいに取り切れなかった。瓶を勢いよくえいっと振ると、レンジ周りにケチャップがと飛び散った。が、ある時ビニールのチューブが登場して、トマトケチャップはニョロニョロと絞り出すものになった。っていうか、ニョロニョロと絞り出すトマトケチャップしか知らんやろ。はい、白いご飯にドロドロと真っ赤なトマトケチャップがかかるのを見ると、私はいつもぎょっとした。けれど、それが、ご飯の一つ一粒に絡んでいくと、きれいな橙色に染まり、ケチャップの酸っぱい、香りがあたりに広がって、家中がパーッと華やぐような気がした。そういえば私たちの頃ってあのケチャップ顔とか醤油顔とかいう言葉があったね、そういえば。それ知っと、もしかして。知らんやろ。醤油顔は聞きました。ああ、そう。だけ動画の人はケチャップ顔って言われるとややがやったかもしれん。で、私はいつもぎょっとした。けれど、これがご飯の一つ一粒に絡んでいくと、きれいな橙色に染まり、ケチャップの甘酸っぱい香りがあたりに広がって、家中パーッと華やぐような気がした。そういえばあの頃、うちの台所にアルミ製のライス型があった。アイロンのような取っ手がついていて、ライスを入れる部分はラグビーボールのみたいな形をしていた。時たまケチャップライスの日もあって、母がそのライス型でデパートの食堂みたいに、皿に盛り付け、グリーンピースを散らしてくれた。だけど私はケチャップライスよりオムライスの方が大好きだった、好きだった。卵を2つお椀に割って、菜箸でカッ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 と、手早くほぐし、バターを入れて熱したフライパンにチャー、フライパンをぐるりとぐるりと回しながら溶き卵を薄く丸く仕上げる。あのさ、プロが作るとさ、作った後ふって触れたらそのオムライスのその卵がふわーってなるのが、あれ見たらプロやねと思うね。あれが違うよね、やっぱなんかね。ということで、手早くほぐし、バターを入れて、熱く熱したフライパンにチャートを塗るのが同じことばかり言うよ、私。なんか同じことばかり、年寄りだらよね。フライパンの中でトロトロ
あ、ところどころぷくぷくと、膨れながら騒がしい音を立てているのを見ると、私は嬉しくてじっとしておれず、今か今かとそわそわした。縁の細いところにはすぐ焼けて白くなるか、真ん中あたりにまだ半熟のズルズルである、はずぐである。母はすぐに火を止めた。丸い薄焼き卵の真ん中に、さっきのケチャップライスをこんもりと楕円に盛り、菜箸で薄焼き卵の両面を折ってライスを包む。さ、見ててごらんと、いよいよフィニッシュである。ケチャップライスがオムライスに変身した。多少乱れたり寝相が悪くなったりしたところは、皿の上で整え、ラグビーボールのように、両端がすぼまった、楕円形の形に直す。できたよ、好きなようにケチャップかけなさい。私は、仕上げのケチャップをいつも自分で、かけたがった。子供の私がかけてもケチャップはいつも不思議と形よく流れ、レストランのサンプルのようにかっこよく決まった。明るい黄色とケチャップの赤、トマトと、スパイスの刺激的な香りと、焼きたての黄色の卵の風味が私を、せき立てた。物も言わず次から次へとスプーンを口に運んだ。薄焼き卵とケチャップの味はどうしてこんなに相性がいいんだろう。トマトケチャップと、卵と冷やご飯さえあれば他には何もいらないと思った。今でも私はちょくちょくオムライスを食べる。最近はデミグラスソースやホワイトソースをかけるお店が多くて、そうなるともう私のオムライスではない。あ、そう、でもデミグラスソースの方が美味しいよね5年前、取材で鳥取の、日本海に面した小さな温泉町があったに行った。端から端まで歩いても通りはたった500メートル。そこに食堂が1軒あって、すすけたウィンドウの中でラーメン、スパゲッティ、ナポリタン、オムライスなど、ローサンプルがうっすらと埃をかぶっていた。店にいるのはおばさん1人。オムライスください。おばさんは奥に消えた。のれんの奥からチャーッと、懐かしい音がした。やがて出てきたオムライスは綺麗なラグビーボール型をしていた。おばさんはカゴメトマトケチャップのチューブを一緒に出してくれた。正統派であるこの人なかなか面白い。なんとか、ケチャップに合う食べ物って何？ケチャップに合う食べ物って言ったら何？これはケチャップでしょうっていう。ウインナー。ああ。今村君、ケチャップならこれでしょう。ああ、私はケチャップは普通は食べんよ。でもケチャップで食べれって言われたら、私はフライドポテト。フライドポテトはケチャップで食べたい。みたいな感じかな。でも私オムライスはデミグラスソースがいいな。わがままかもしれんけど、デミグラスソースの味を覚えてしまったら、デミグラスソースの方が美味しいもんね。贅沢やけどね、自分だけ1個使うのはね、あれやけどね。でも私トマトケチャップやったらフライドポテトやな。ジャンクフードやあ、山村くん、ジャンクフードっていうメーカーがあるけん。ジャンクフードっていうメーカー、知っとった。いや、あるった実は。私たちはつい何日か前に、あれ、ジャンクフードは何だっけ、マクドナルド丼、マクドナルドのハンバーガーが丼に乗っとっていうので、だから11月1日から発売になるっていうのでさ、ちょっとジャンクフードって話でしょったんちゃうけど、でそのジャンクフードっていうメーカーがあるんですよ。つで今ほらスーパーマンのマークがついとったりとかみたいな感じの、結構面白い、あれなんでしょ、アメリカのカジュアルブランドなんですよ。もう一つ前で、先やね、もう一つ先、それ2番目、上から3番目。なのでジャンクフード、見たらさ、大きいのばっかりやけん、そのなんかギャップみたいにこうサイズがいろいろ展開がないのかなと思って、展開があるなら面白いのかなと思うような柄なんですよ、でもヤフー知恵袋には30代の人がもう 若くないから着れないかなってことですよ。私ら着れんわけよパーカーの下とかのインデは絶対ありやねと思ったけどね。ケチャップでした。
安くて便利な春町。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。